例年であればハロウィンでたくさんの人が訪れるオアシス21ですが、今年は入場規制で立ち入ることができません。名古屋市東区のオアシス21、いつの頃からかハロウィーンの聖地と化していますが、去年に続き今年も閉鎖するとのこと。広場にある店は今月31日の終日休業が決まっています。ハッピーハロウィーン。これはコロナ禍前の2019年の映像。仮装したおよそ8万7000人が詰めかけました。一方、栄の歩行者天国ではご機嫌な大村愛知県知事。アニメワンピースに出てくるね、ロロノアゾロ、そのパフォーマンスも恒例となっていました。しかしハロウィンのいろんなですね、そういったイベント行事、主催者がいないようなところはもう行かないでくれと。新型コロナの感染拡大、おととしは自粛が呼びかけられましたが、コロナ禍のハロウィンですが、コスプレをした多くの若者であふれかえっています。オアシス21では警備員を普段の10倍に増やし、広場では一時入場制限が行われました。そして去年ついに入場規制され、当日の午後6時で地下の広場や屋上が閉鎖。ものすごい数の若い人が集まっています。みんなで踊ってますね。行き場を失った人たちが地上の広場に続々と。人が多くてびっくりしました。ちょっとにぎやかですね。すごいですね、人多いですね。そして戦隊ものの格好をした人たちに聞くと、あのドンキ行ったんですけどこれしかなかったんですよ。規制されても止まらぬ思い。そこで今日、栄のドンキホーテを訪ねてみると、去年に比べて今 1.8 倍ぐらいの売り上げになってますね。去年を上回る売り上げを見込み、先月2週目には売りは開設。予想以上の売り上げに驚いているとのこと。よく売れているのは手軽に楽しめる小物類だということです。この2、3年ぐらいは多分皆さん我慢してやりたくてもできないという状況が続いてたと思うんですけれども、今年は少しコロナも落ち着いて自分の好きなものを着ていただければなと思いますね。